努力したものが全て報われるとは限らん。しかし成功した者は皆すべからく努力しておる。体型や筋肉のつき方、恵まれてない者が多いのは分かっとる。しかし努力と根性でそれを克服し目標へ挑む一途に、わしはそんな日本人が大好きじゃ。あまりに眩しい才能は時として優秀な指導者の目もくらませる。地味なことの反復になるが、優秀な選手ほどその努力を惜しまないと思い知れ、何人ものボクサーが目や脳の障害という激戦の代償でリングを去った。華やかな舞台は彼らの尊い犠牲の上に成り立っているのだ。勝者が敗者にかける言葉などこの世界にはないのじゃ。貴様らを強くするのは毎日の積み重ねじゃ。じゃが逆もまたしかり、毎日の積み重ねが貴様らを弱くする。漫然と日々を過ごすな。選手を信じきって、そして 100% 答えてくれた。これほど嬉しいことはないわい。ボクシングとは勝敗のみならず、己の肉体と精神を高めるためのもの。礼に始まり礼に終わる、武道に近いものと知れ。